イージー。ゴーイージー。さあ、時刻は10時11分です。ここからはゲストコーナーです。あさってウサノピアで特攻をテーマにした二人芝居、桜の下で君とが上演されるということで、その PR でね、清松総合鉄工株式会社の社長でいらっしゃいます、またヨッシー清松のワクワク土曜日でもおなじみです、清松義雄さん、いらっしゃいました。こんにちは。大分県で一番ポジティブな社長、ヨッシー清松です。せーの、いいね。はい、決まりました。はい、ありがとうございます。毎週土曜日の5時半から行ってますヨッシー清松のワクワク土曜日で、おなじみのヨッシー清松でございます。実は今日はですね、あさって、もういよいよあさってに迫りました、桜の下で君と大ホール1200人集めて やろうと思ってますんで、その PR をさせていただきたいということで、ノースFMさんに、来させていただいております。はい、その舞台桜の下で君と、はい、こちら特攻をテーマにした二人芝居ですね。そうです、去年の8月にウサノピアで上演されたんですけれども、この度再びあさってですね。そうです、上演されることになりました。去年の8月12日はですね、映画だったんですよね。舞台を撮影した映画を上映したというだけだったんですけれども、今回はいよいよ本舞台を行いますんで、アップダウンのお二人さんが、もう生に演じる、そういう舞台を体で感じてほしいなというふうに思います。去年の、8月12日を見た人がなんか非常に評判が良くって、それのこう話が伝わったかどうか分かりませんけども、 Amazon プライムで、映画化されることになりまして、すごいですよね。今週、今もうすでに撮影済みで、今なんか、いろいろ編集をなさってる最中ということなんですけども、その Amazon プライムに先駆けて今回、生の本舞台を皆さん見てから Amazon プライムを見てほしいなということで、今回、3月24日、桜の下で君と、もう本当に季節は桜の季節、本当です、桜の下で君と、ぜひとも桜の下で、見てほしいなというふうに思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。スケールアップして、また皆さんへということで、あさってです。特攻をテーマにした舞台なんですが、お笑い芸人のアップダウンさんたちによって、なんと笑いと音楽の力で、伝える舞台になっているというところが、なんとも興味深いですよね。そうですね、特攻の話って言われると、みんなあもう聞きたくないとか見たくないとか、もう平和授業で聞いたよみたいな、そういう感想を今若い人たち持ってると思います。で、特攻って何って聞くと、ほとんどの人がなんか狂った作戦によって、洗脳された若者たちが、鉄管に飛び込んでいった、自ら死を選んだみたいなイメージを持たれると思います。でもこの舞台、何がこの時代かというと、当時の若者たちもやっぱり仲間同士で、冗談言い合ったり笑い合ったり、また恋をしたりとかいう、そういうことがあったんだっていうこと、我々の世代と何ら変わりない若者たちがそこにいたんだということが、この舞台を見ると分かるんですよ。だからほとんど笑いなんですよ。その部分をクローズアップされているわけですね。日常の、仲間同士の語らいとか笑いとか恋とか、そういうのを、クローズアップして、みんな僕らと同じなんだって、でも時代が時代だったら僕らも この男を選んだかもしれないっていうふうに思ってもらうと、そういう時代にしちゃいけないんだってみんなが思ってもらえるんですよ。それが、若い人たちにそれを伝えたい、小中学生、高校生、これからを担う若者たちにそれを伝えたいというのが僕の思いで、このアップダウン、もう3年かけてこのアップダウンの本舞台のためにいろいろ準備をしてきましたんで、ぜひともそれを見ていただきたいということですよ ね。やっぱりこうより見やすく伝わりやすくなってるようでね。そうですね、またですね、今回コンサートもあるんですか。実はですね、桜の下で君と1時半からというふうになってます。13時から1時から、西部中学校
宇佐市立西部中学校の吹奏楽部によるオープニングアクトはあるんですけども、はい、本舞台、13時30分からに予定になってます。ところが午前中ガラッと舞台空いてしまったんですよ、はい、で、なんかこの舞台埋めないとなと思ってたら、ちょうど男屋リブートさんっていうのが宇佐市にありまして、その男屋リブートさんが8周年記念だということでしたんで、だったら、8周年記念にコラボ企画として、本舞台空いてますんで使いませんかっていうふうに呼びかけたところ、サモハンさんとか、うんうん、ヤスさんとか、うん、中村、ケイシさん、うん、であの男屋ではおなじみのメンバーなんですけども、その人たちが演奏してくれるということで、それが11時から素晴らしい、オープンしますんで、ぜひ、まあ、皆さんあのお時間のある方ですね、うん、11時からそのお、男屋リブートさんの公演、コラボ公演コンサートをぜひ見てほしいなというふうに思いますので、うんうんうん、よろしくお願いいたします。はい、舞台の前にはこういったコンサートもね、そうですね、企画されて、コンサートの方は観覧無料となってますので ね、 そうですね、ぜひね、お時間あれば、あの観覧無料って、あのうち、あの桜のスターで君とのチケットをお持ちの方は観覧無料って、うんうんうん、これだけを聞きに来る人、約5万円ぐらいかかりますのでわかりました、はい、ちょっと早めにね、早めに足を運んでいただきたいなと思います。そうですね、もう本当に一日中遊べる、しかもそれが一般席たったの1000円ということでございます、うんうん、この1000円もね、僕もう若い人たちに何か僕がこの思いを伝えたいと思ったところ、これをあの桜の下で君とってね、全国各地いろんなところでやられてるんですけども、だいたい3000円から4000円、中には5000円の場所もあるんですけども、うん、僕もう1000円にこだわったんですよ、この若者たちに見てもらうためにはどうすればいいか、そう、あの例えば3000円だったらちょっと僕のお小遣いではなって思う高校生とか中学生とか、ね、小学生なんかちょっと3000円は高すぎるって、うんうんうん、思うかもしれないんで、とにかくもう1000円にしようというふうに思ったんです。ありがたいです。で、それで、1000円で1200席、まあ、とにかく来ていただければありがたいなと思って、1000円にしてますんで、どうぞ、もう本当に日曜日お時間のある方、ぜひ来ていただきたいなというふうに思います。では最後にもう一度日時などのお知らせと皆さんへ一言お願いします。はい、日時、あさって3月24日日曜日、場所は宇佐文化会館宇佐のピアの大ホールで行います。入場料1000円になっています。当日券ございますけども、まあ、前売り券買われた方があの入場口分けますんで、とてもたくさんの人が当日券買われると思いますんで、多分混雑するんですよね。もう今前売り券お持ちの方はスッと入れる、別の入場口用意してますんで、できたら皆さん前売り券お買い求めいただければありがたいなというふうに思います。あのネットからも買えます。まあ、いろんなところに、ポスター貼らせていただきましたし、パンフレットいろんなところに貼らし、お配りさせていただいてますので、ネットから購入することも可能です。チケット取扱所も、各所いろんなところにございます。まだ売ってますので、中洲にお住まいの方は、中洲文化会館の方でお買い求めいただきます。宇佐にお住まいの方、宇佐文化会館宇佐のピアでも、受け付けております。また文後高田の人はブラジルコーヒーさん、昭和の街の真ん中にある喫茶店なんですけども、うん、そちらの方でも受け付けております。また別府では時は別府店の1階のプレイガイド、大分市では時は会館3階のプレイガイドでも、取り扱いしてますんで、そちらの方でぜひとも前売り券買っていただいて、スムーズに入っていただければありがたいなというふうに思います。10時から受付してますんで、ちょっと早めに来て、いろんな僕も含めて、僕10時にいますんで、僕とどんな思いでやってますかみたいな、ちょっと語らいができればいいなというふうに思ってますんで、ぜひとも、ちょっと早めにね来ていただいて、混まない時間で、
13時前後で来られるともう本当に混雑すると思いますんで、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、早く来るとコンサートもね、そうですね、お楽しみいただけますしね。11時間コンサートも、ぜひとも見てください。わかりました。とにかく1000円っていうのが嬉しい価格ですよ ね、 そうですね。ぜひ最寄りの、ね、販売所で、ね、お買い求めいただければと思います。です、ね、いよいよ明後日当日券もございますんで、ぜひとも日曜日朝起きたらちょっと暇だなと思ってる人ね、あ、じゃあそうだウサノピアに行こうっていうふうに思って、ぜひとも来ていただければありがたいと思いますの で、 です、ね、どうぞよろしくお願いいたします。はい、24日あさってです。24日日曜日、ウサノピア大ホールで桜の下で君とが上演されます。今回も、ね、お笑い芸人アップダウンのお二人が、ね、そうですね、熱くね皆さんに伝えてくれますので、ぜひ多くの方にご覧いただければと思います。そうですね、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、よし、清松でした。せーの、いいね。はい、最後も決まりましたね。ありがとうございます。今日この時間は、あさって、ウサノピアで特攻テーマにした二人芝居、桜の下で君とが上演されるということで、清松総合鉄工株式会社社長でいらっしゃいます。また、ヨッシー清松のワクワク土曜日でもおなじみの清松義雄さんにお話ししていただきました。以上、ゲストコーナーでした。